こかな、どこかな、みんなもう来てるかな。の、トレーナー、もしかしてお散歩中な感じですか。なるほど、奇遇ですね。私は今からお友達と遊ぶ約束があって、ここで待ち合わせしてるんですけど。あ、来た来た、みんな、ヤッホーイ。まちちゃん、ヤッホー。よー、まちね、今日は何する？ケイドロ？高尾に？俺ちょっと足早くなったから何でもいいぜ。じゃあね、今日は高鬼にしよう。行くよ、パパコトッとかじゃんけんぴょい。の、私が鬼だ。よし、みんな捕まえちゃうぞ。逃げろ逃げろ。いっぱい遊んで楽しかった。みんなもうお家に着いたかな。で、うわっ、そうだ、もうお昼だった。あーべべ、忘れちゃうとこだった。ん、うん、うん。気になります？じゃあ一緒に来ちゃいます？そしたら山分けもできますし。こんにちは、くじ引きやりに来ました。剣ならいっぱいやります。あら、おまちちゃん、今日も元気でいいわね。くじ引きならこっちでやってるわよ。お、待ってたよ、おまちちゃん。剣の枚数はっと、ははさすがは商店街の常連だ。たくさんあるね。よし、どんどん引いていってくれ。これは、あ、四等だね。残念、好きな飴を選んでおくれ。むむ、一等のヘモキチ君着ぐるみにはほど遠いな。でもまだ一回目だもん、全然いけるね、トレーナー。よし、じゃあ次行くぞ。そりゃ、あー、四等だ。もう一つ好きな飴を選んでおくれ。うん、また四等か。でもしょうがない、次次次、今度はどうだ。残念、四等。次、そりゃ、残念、これも四等。とうとう最後の一枚だ。いけるかい、おまちちゃん。うん、よし、いけるよ。大丈夫よ、おまちちゃんならいけるわ。頑張って。さあさあ、ここまで頑張ってきたんだ、きっといいのが弾けるよ。頑張れ。みんな、ありがとう。精一杯頑張るよ。せーの、ドテー。はぁ、ごめんね、トレーナー。ヘモキチ君が弾けたら半分こしようと思ったんだけどな。あれ？だけどヘモキチ君は半分こにできないかも。まあいいか、そろそろ学園に帰りましょ。ああ、待った待った、おまちちゃん。いっぱい頑張ったから、これ、ご褒美のアイスだよ。二人分あるから、分けっこして、そっちの人と食べな。え、いいの？嬉しい。ありがとう、おじちゃん。またお買い物しに来るね。
次はランニングマシンでもやろうかな。それともダンベル？バーベルもいいね。なんかいつも以上に元気があり余っちゃってついつい来ちゃいました。うん、そうなんです。ちびっ子友達やおじちゃんおばちゃんに会えるとすっごく嬉しくて元気が出て次の休みも楽しみだな。今度は何しようかな。